はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回ちょっとね、久々に、ソロで、まあ、ソロトロなんですけど、トロール UFO をやろうかなと思います。ちょうど今 UFO のトロフィーやってて、まあ、UFO のトロフィーがまだ結構数あって、もうトロール UFO もありかなと思って、やっていこうかなと。トロール出して、まあ、とりあえずトロール出して UFO で回収して、トロール出して UFO で回収して、まあ、トロールと UFO 残しておいて、みたいな。で、他のキャラつかないで待って、どうしよっかなって見て、みたいなのもありかなと。というわけで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきまーす。さあ、やっていきましょうか。トロール UFO。まあ、正確には UFO トロール。で、大型2本引いて、まあ、キャラ数が圧倒的に足りてないんで、本来はトロール UFO ってマルチでやるべきキャラなんですけど、まあ、なんとかね、キャラ数多いのと大型2本引ければ、強いかな。魔導家にクレフラ引かれたら泣く。特にクレフラ。わ、マジで泣く。クレフラは本当に泣く。やめてほしい。とりあえず、大型2本来い。キャラ数が足りてねえよな。回すか、もう一回。いや、大型2本1回しか来てないぞ。頼むよ。大型2本1回しか来てないぞ。引きやすいとは、引けませんね。引きやすいってどこや？マジマジ絶対嘘だろ、本当に。10倍！待って！大型引いてない！困りましたね。大型引いてませんね。大砲撃っていきましょうか。意地でも取りたい。しかも大型で、これ30分なんだよな、俺の。さあ、OK。とりあえずね。とりあえず、ほい。よいしょ。飛んでけ、飛んでけ、飛んでけ、泥棒。OK。さあ、回収して、ん？このケルベ、ステータス低い、もしかして。このケルベ、もしかして、ステータス低いパターンかな。フォックスパターン、もしかして。もしかしてだけど、わかんない。もしかしてホックスパターン？はいわ。はい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 。はい。マジで重いんですけど、トロール UFO頑張ります。はい。飛ばないで。そう、OK。頑張れ頑張れ、レム。そうだ。切れろ。切れちまえ。オーケー。いいぞ。これやれるぞ、マジで。トロールに、レムくっつけて。とりあえず飛んで。ナメコがね、早いのがちょっと気になりますけどね。こっちも止まってないんで。頑張って、頑張って。頑張って。相手のキャラも、早いんだよ。削るのが。でも大丈夫。トロール UFO のパワー、ナイス !10 倍、干渉。美味しい美味しい、トロールナイス、トロールめちゃ飛んだ。全部ショテル飛んだわ。金トロールやば。ナイス、うまい。さあ、続いてやっていきましょうか。トロール頑張ったな、今。超頑張った。スライムリリースとトロールのコンボでめちゃめちゃ頑張ってましたね。いや、ありがたいわ。危なかった。本当に負けるとこあった。エッジホークも重かったし。さあ、大型2本。キャラ数がって感じだな。バットだとダメなんですよね。大型2本2回連続。3回。あ、これいいっすね。この札いきましょう。大型2本ともコスナラなんですけど。ちょっとコスト重いんで、そこだけ注意できれば、強い札、ですね。一瞬でコストなくなりそう。とりあえず、トロール UFO 軸で。5倍！なんだ？ 10 倍の次5倍か？やばいな。ラビットか。オッケーオッケー。こっちも取り出が欲しい。から、とりあえずこっちにもキャラ置いといてあげて。ナイス！マジ？よかった。とりあえずね、ヌボを置いてるんですけど。よいしょ！第一撃ナイス！衝撃波でかダメージ。トロール行ってこい！削れ削れ！いいぞトロール。
回収1回して取っていく、そのままフォワードラー、あ、やべ見てなかった、見て、さてちびくろ風船出させない戦法やな、強すぎる。あ、なんかいた、敵のキャラ。ロール UFO やりたいけどやってる暇がない。頑張って落としてくれ相手のキャラを。頑張れ城を殴れ、落城を狙ってくれ、頼む、こっちの砦はもうダメだ。ドン、オッケー、ナイス。トロール UFO1 回しかやってないけど、ナイス、いいね、勝ってるね。なんか砦取れたね、トロールが削ったね、ナイス、うまい。さあやっていきましょうか。10倍から5倍来て次何倍だ、流れで言うと3倍だ、153だけど、だけど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 もだけど来るでしょう、こういう時こそ5倍が10倍。とりあえず大型2本、あー、ポックルはねトロール UFO やってる時はいらないんですよね、キャラ数足りないんで。うん、どっちも30フラ怪しい。大型2本引いてるな。でもいや、キャラ数怪しいな、ダメか、やばい、うわ、キャラ数は怪しいけど大型2本引けたらよかった。そして3倍、分かった、まあまあいいでしょう。で足は、おっ、優勝者と当たっていく、腕音覇者の方ですね、これは。さて、取れたらラッキー、え、レドラゴー、さあちょっとレドラいっちゃおうぜ、ゴー、トロールゴー、テンポ早くゴー、はい、ドン、ナイス、いいぞ、攻めてけ、さあトロール回収ゴー、いい回収、いい流れ、ナイス、さあダメージ入ってる、レドラ行く、テンポがいい、攻めろ攻めろ攻め立てろ、潰せ潰せ、一気に潰せ、ナイス、ゴールトロール倒せ、ナイス。あとはドン、トロール一回回収して、チビドラ切って、よいしょ、あー、足んないですね、ダメージは入ってますね、とりあえず。あ、でもチビドラ強すぎて倒しちゃいそう、倒せるなこれ、うん、火炎、地震撃ってほしい、ドン、ナイス、オッケー、勝ったでしょ、トロール、オッケー、あれで UFO は、じゃあ UFO じゃないけどあれ終わり、なるほど、あー、間に合わなかった、くっそ、タイミングが合わなかったな。まあでもいったでしょ、トロールが強い、トロール強いぞ、さあ頑張って守ってけ、ゴーレム、あ、無理か、守れなかったか、ちょっと剣士1マスずれちゃいましたね、あと1マス上だったら完勝だったんだけど、もったいない、まあいいでしょう、ナイス、頑張ってる頑張ってる、いい攻めだった。いや、トロール UFO やばかったっすね。めっちゃ強え。楽しいな。いや、ただコストが結構重いんで、無駄な、他のキャラを切っちゃいけないですよね。他のキャラ後半残して、トロール UFO で、ゲーム作りながら、大型を適度に切るみたいな感じでできると、コスト大丈夫なんですけど、で最初に、まあ、アシュラ置くとか、何置くとか、やっちゃうと、ちょっとキャラ数足りなくなって、あー、無理、みたいになるんで、完全ゴリゴリ札。進撃オンリー。進撃オンリーゴリゴリ札。行きましょうか。さて、ラストは3倍。足がないので、相手もないですね。ネズミをね。あ、あるのか。バイクしかも2本切りか。なるほど。とりあえず撃たせて、よいしょ、オッケー、まあ取られますけどね、ここはそれはそれでいいんです。
チビドラ切って、あ、なるほど、めんどくさいキャラ来てるな。チビクロナイス、頑張ってる。チビクロじゃない、なんだっけ、名前が出てこない。ネズミ置くか、置きたくないけど本当は。挟もうとしてますが、サタンで引っ張っていきましょう。はい、トロールもゴー。おなら打ってほしいんだよな、ここで。ここでおなら打ってれば神なんだけど、OK。通した。とりあえず、取っていく。OK。トレント行こう。ここで、中型切ったりとかすると、コストなくなるんですよね。ここはもう大型ポンって行っちゃっていい。ネズミも多く行ってる。取っていく。いいっすね。トロール UFO も余ってるんで。いけるでしょ。あとは相手が大型どこに切ってくるか。それかー、それかー。さあ、ちょっと干渉しよう。さあ、UFO 出し、UFO 出し、UFO 出し。UFO 出して。OK。上げずらして。干渉干渉。ナイス !OK! いい感じ。トロール UFO も強え。飛ばなかったけど、最後。あまり飛ばなかったけど。まあ、いいでしょう。ナイス干渉。はい、というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。今回ね、トロール UFO を久々にやっていったんですけど、強かったっすね。まあ、コストだけちょっと気になっちゃうんで、そこだけなんとか対応できれば、まあ、早めに大型ポンって置くとか、他のね、剣士を置いたりとか、中型別に今切る必要ない中型を切っちゃうとか、それでコストなくなって、やべえ、出したい時に大型切れねえってなるんで、そこだけ、まあ、うまく回せれば強いと思います。まあ、トロール別に裏 UFO にしなくてもいいとは思うんですけどね。要はその、もともとトロールは、アビさんとかつけてもコスト1減らないから、ただ虹トロールは減るんですよ。コスト1。UFO トロールのトロール虹はマジでありだと思う。ただね、虹必ず引ければって話なんでちょっと難しいですけどね。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。